ニガラバー皆さんこんにちは、わきょうのアレンです。アレンはこちらのサンチャンストリートの方に来ています。はい、っていうのもですね、今ミャンマー4月2日、この撮影7月2日なんですけど、ミャンマー時間で朝の9時からお昼12時ですね、3時間か4時間ほど計画停電があるという話をのミャンマータイムズさんから情報をいただきました。はい、その情報のもと17地区が対象となってて、自分アレンが今いるサンチャンの方もこの対象となってますので、計画停電が今からあと、今ミャンマー時間で8時45分とかもう50分なので、もうあと10分後ぐらいに計画停電が始まるという形になっております。なのでまあ、先家を出る前に電気がないと水が出ないんですね。なのでさっきお風呂の方の水も溜めてきて、まあ十分に水は確保したんですけど、お昼ご飯が作れなくなってしまうんじゃないかなと思って、今回外に出て、まあ、この朝の時間、朝ごはんを、まあ、パスでお持ち帰りしてお昼ご飯食べようかなという感じで今こちらに来ました。はい、皆さん見ていただけたら分かると思うんですけど、もちろん外出るとき必ずマスクを着用しないとすごく危ないっていうのと、やっぱ車も人もすごく外少なくなってきております。やっぱりコロナの影響でも皆さん外出を控えてますので、ミャンマー特有のこの車が通るときにピピって音鳴らすんですけど、あれもだいぶ減ってきてって感じで、もうどん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 皆さん外に出ないので、なんか静まり返ってきてる感じがします。はい、なんかすごく不思議な感じがしますね。で、今回いろんな方に言われて、アレンはミャンマー残るのとか、それとも日本に帰るのって話があったんですけど、アレンはミャンマーに残ることにしました。はい、っていうのも飛行機の相場とか見たときに、地元沖縄なんですけど、このミャンマーからヤンゴンから沖縄まで片道20万とか22万するんですね。すごい高いっていうのと、あとはこの飛行機も飛ぶか少し穴が飛ぶっていう情報あったんですけど、それも少しまだこの先は分からないので、あとミャンマーもロックダウンする可能性もすごくありますので、いろいろ考えたときにやっぱり難しいんですよね、帰国するのが。で、もし帰国できたとしても1週間の拘束があるので、家族2週間会えずにこの家族と別の部屋、ホテル借りたりとかしたときに、もしもホテル借りて2週間過ごすと1泊5000円とかだとしたら、それ2週間ってなるとすごいまたお金がかかるんですね。またアレンの場合は日本の携帯電話の番号を持ってないので、 SIM カードをまた買わないと Wi-Fi ないとこでは使えなくなってしまうってまだ問題もあったりして、やっぱりこのいろいろとお金もかかったり、一人日本人が買えるだけですごく難しいところがたくさんあるんですね。お金の面でもありますし、すごくいろんな人に迷惑かけてしまう、ある意味なんかいろんなとこ経由して帰ってくるので、爆弾みたいな感じですごく恐れのあるんですね、感染の。特に今コロナの現状では日本海外に日本人が日本に帰ってきてこの移してるっていうケースもたくさんあったので、そういったのを未然に防ぐためにもアレンは残ることに決めました。はい、なのでこれからもしもコロナの情報があったりとか、ミャンマーで起こったことは全てすぐ共有していきたいなと思いますので、これからも YouTube ご視聴よろしくお願いします。はい、でまた分かり次第すぐどんどんブログにもアップしていきますので、ブログの方もよろしくお願いします。じゃあ今回こちらで失礼します。また。